時間ループ漫談をしたいと思います。私はですね、その宇宙のゾゾゾと言ってたですね、時間がですねブワーッとループするんですね。ループというのはですね、こういう風になっててですね、ループこういう風になるんですけども、時間がですねこうループ現象を起こすというか、パパパパとなって、例えばこのループのこのさ、ここに人がいますと、こうゾゾゾと言ってこの辺にふっと出現するという、まあ、これが時間ループのことなんですけども、でまあその宇宙のその時間ループのその波というのがありまして、まあその波にこう乗ればですね、時間ループに乗ってポポッと移動したりとかできるようになるんですね。その時間ループのこのここにいる時にこっち側に移動する時は、時間ループのこの波でポッとなってこうなるという、まあ不思議な感じなんですけど、まあその時間ループなんですけどね、例えばですね、ここでですね、ハンドバスブーツブルーと喋りますよね。そしたらですね、時間ループでこうなっていってですね、この辺でアドベイスズボーと言って喋った声がですね、時間ループするという、まあ不思議な漫談なんですけども、で私はですね、その宇宙を旅してまして、私は旅してまして いたんですけども、それでですねここに来たわけなんですよ。それで時間ループのそのワープ現象を使いましてですね、ワープするわけなんですけどね。でまあ時間ループしてるわけなんですけども、まあでですね、まあ時刻にしますと、今パッと見ますので時計を、そうしたらですね、時間ループのこの波現象を登っているんですけども、そこにですね、私はですね、逆回転時計をポッとつけますとですね、こうなっていってですね、普通回転時計もポッと2つつけてますとですね、こう時間ループになっていくという感じなんですけども、まあそういった漫談をしてるわけなんですけども、まあ、時間ループ漫談で、まあワープ工法とも言いますね。ワープ工法漫談なんですけども、ワープをこうするわけなんですね。だからここでブッとしまして、フッとしますとですね、時間ループでバーッとこう旅しまして、そのワープがバーッとしましてですね、フッと現れるという、まあ簡単に言えばですね、まあそういうことなんですけども、でですね、あのコントローラーっていうのこうありますよね。それでポポポポとゲームしてますよね。であれ時間ループでポッと出ますと、そのだいぶ時間経ってからパッとゲームしますと、レベルが勝手に上がってたとか、まあその時間が道具が勝手に上がってたって、まあ不思議な感じなんですけどね、まあそういった漫談なんですけど。